コロスコーナー行ってきました。この日のニューガープロソースでリッチメンで見つかったんだよ。リッチメンドで他の化石が見つかった化石があるから入りたいと思います。このコロスコーナーミュージアムに。カードおいしょ。リッチモンドはオーストラリアの恐竜御三家のうちの一つなので、ダイナソートレールパス4のチケットを使って入ります。 これも2014年にジェームスみたいに来たファミリーがたまたま見つけたんだって。お前これこのケースがこの上にあったんだよ。そうだよ、こうやってケースに入れて持ってきたんだよ。大きいよ、あの前のスーツボートクロケラ見て、ほら前のやつと比べて。あ、本当だ。これは白いのが今のソルトウォーター。そう。で、この茶色いやつが今のやつ、あの恐竜のやつ。めちゃくちゃでかい。すごい。この博物館のすごいところはレプリカを一つも置いてなくて、全部この近くで見つかった本物の化石だけってところです。しかも発掘体験が自由にできるから、あー自分たちももしかしたらこういうのを発掘できるかもしれないなと思いながら見れるだけで結構ワクワクします。あっちにあるやつ見える？あれ？あれは2014年にニギアの近くで見つかったんだって。あ、これは昨日泊まったところの近くで見つかったんだよ。ほんと、おっきくない？これ何メートルあるの？あ、教えたけど11メートルより大きい。11メートルよりも大きいの。覚えてる？教えたでしょ。うん。Old sort of model of what they used to look like was this. And I remember seeing it like in old dinosaur books, it would look like that.、うん、you know, like with very flexible neck. But they said that wouldn't be realistic because it would crush the neck bones. They wouldn't.So more like this would be more realistic, where they can still move up, like side to side, up and down, but not a curve like a swan neck. Oh, 触っていいやつなんだ。これ骨だよね。これ首の背中のところでしょ。そう。大変長いよこれ。これめちゃくちゃブツブツだ。気みたい。ちょっと気あの今あれ気みたい。気を触るみたいな気分がする。これ本当。本当気みたい。これね、あれだって全部一人の人の庭から見つかったんだってどうする、庭でこんなアンモナイトがガンガン出てくるとかどうよ。すごくない？これリッチモンドで見つかったんだって。こうやって誰かがこうやってあの家の近くのであのちょっと今乗ってたら変な石が出てるなと思って近くに行ってみたら、あそこらにねちょっと持ち合いちょっと切ったら、ちょっとあの本当はこのコンソールだったの。だから 2% まだ見つかった。だから 98% 見つかったの。だってそのあのケットとかまだ見つかってないから。おっちゃんが蹴らなかったら全体なんか全体見つかってた。おっちゃんが。おっちゃんのせいで。やっちまったな。すごいよ、ね、ここじゃないの。一番大事なサーキットがない。OK! Thank you! じゃあどうする？もう一回ホステルサイトにジャンプしよう。じゃあ、ハニーのバス、もう一つの行ってしよう。あ、ちょっと待って。前行ったの、もう一つの前行ったのコースディングサイトだけど、もう一つのコースディングサイトに行きたいと思います。せーの、3、はい、レッツティー。じゃあ早速チーン。あ、もう見つかっちゃった。え、もう見つかっちゃった。あ、本当だ、もう見つかっちゃった早かったね、早かったね。これ足の、いや、この前にあっちでどやっとしてか、この前に立っちゃった、立ってた、静かに帰った時にここが全部1億年前の化石が掘れる場所です。 That's a root of サメの歯だ。サメの歯をゲット。そうだよね。こうやってあのここに穴を掘ってた時に見つかったの、一人のサメの歯。あ、そうなの、うん、だからやっぱちょっとまた出るかなと思って。
出るかもしれない。結構ね、同じところに同じものがいっぱいあるよね。あ、ほんとだ、イカの骨のところが入ってる。骨じゃない、チューブだよ、覚えてる、インク。あ、チューブのインクなの。スクイードハンター。あ、スクイードアゲイン。ん、おっぽいね。あ、ほんとだよ。あ、ほんと、どうした、お、歯見つけた。Proper shape too, yeah? Yeah. すごいじゃん。It's like another vertebrae from a fish. Perfect. Circle. Looks like more squid, belemnite, and another piece of belemnite. わあ、すごい。うんちが見つかりました。The same one. I found them not that far apart.近くで見つけ、わくをついた。It is. おー、すごい。イカの背骨です。It's missing a little bit from the crack, but apart from that, look perfectly fit. おー。ここはミュージアムで見たウィルソンファミリーの7歳の女の子がイルカの祖先の恐竜の化石を見つけた場所です。学籍が掘れる場所は5ドル払った時にこの両方の2箇所が書いてある地図をもらえるので、それが一番分かりやすいと思います。楽しかった。あー、よかったね。じゃあ泊まるとこに行きます。着いたー。どっち入るの？そっちだよ、ほら着きました。このホテルは1903年に作られた。あ、それと1924年にファイアで、そのこのホテルが壊れて、その後1903から2001から40個のホテルが入っているの。で、1930と1940で人が入り始めた。本当、座ったこと覚えてる？うん、これ本当、椅子も嬉しいよ。ジュンさん初めて会った時びっくりした。ねえ、こんな椅子あるんだ。こっから街見たら何もなくてびっくりしたよね。初めて見た時びっくりした。ジュンさんなんか長い間知らないからジュンさん来た時、あ、またびっくりした。本当、またびっくりした。じゃあポール行こうかな。で、今は、あ、まだあるってびっくりだった。そう、ほんと2つのびっくりだった。ほんと2つのびっくり。じゃあプールに行っても何が変わってるって覚えてるかもしれないね。だからこの前があるか、あのジャンプのケアンズのプールと比べてみよう。あ、これなんだ。これさ、違うねえ、ほんまにバケツもある、その中に。あ、バケツもあるよ。バケツがタンなんだよ。すごいな。変わってるよ。前よりちょっと違う。すごいな。良くなってるじゃないか。できた。濡れる。なかなかいい。マミー。濡れる。わあ、変なやつがある。お店詰まってるな、これ。お店どうしてか出ないな。じゃん。さ、おお、やつ出た。この重さが。寒い。めっちゃ寒い、これ。ガンガン。え、ここ来てないじゃん。あ、こっち来いた、来いた。ここ行った。あ、出ないじゃん。もう出ない。もう出ない。中やばい。敵兵としてか。寒。あ、やった、オタガン。オタガンだ。オタガンがいる。うあったの。
だから帰ろう。終わりの時間になった。もう良い子は帰って寝る時間。食何だろう。あ、こっちか。乾杯。Decided. Keep asking, Mom. What do I say? Salad and James. Yeah, you get chips anyway. Salad as well. Chips and salad, or you want vegetables? Parmigiana. You bum. Decided. Honey, これバーベキューだよ。うん、バーベキューだ。これいつものじゃん。普通のいつものじゃん。これ違う色だよ。あ、本当だ。違う色だ。変なやつがある。ターケー。タルタソースでしょ。タタ。タタ。英語で言うと。タタ。英語の発音だと。タタ。日本語だと。タルタル。すごい。パブの食べ物ではすごく有名なんだって。おいしい。おいしい。James, that's two hours ice cream. He's not listening. ごちそうさまでした。お腹いっぱいになった。よかったね。今日はたくさんの河川にも見つかったし、そういうコーナーも見てみた。